よう。修行の方はどう？いや、俺たちにはこっちの方が合ってるよな。へへ、行くぜ。始めよう。飽きないな。波動拳。いい攻めだった。ふう、ギリギリだったぜ。ん？神月のお庭は何の用？シャドルが黒い月によって世界を混乱に陥れています。神月家はこの事態に対処するため格闘家たちに協力を要請しています。お二方にもお越しいただければ。わかった。とりあえず俺だけそっちに向かう。そう伝えておいてくれ。ケン。お前は修行を続けろ。何？俺がお前の分も活躍してやるってことだ。その代わり、全部終わったら修行の成果を俺に見せてくれよな。ああ。じゃあな。その先の答えとやらを楽しみにしてるぜ。なんだと？生意気なんだよ。喧嘩売ってるんすか？何よ、そっちこそ後から来たのに偉そうに。うるさいのはそっちでしょ。コテンパンにしてやる。私が絶対勝つもん。お待たせしました。それについて何か分かったのか？現時点で駒が送られたと判明している方々は全て神月家のリストに名前があります。ただいまこのリストにアクセスした人間を調査中です。そちらの情報は？黒い月はシャドルがさらってきたハッカーたちによって作られたものだ。その駒もハッカーが作ったものだ。現在ガイルがシャドルに潜入している協力者に接触し、それらの詳しい情報を追っている。潜入捜査とは面白いですわね。何はともあれ、シャドルがコマを欲しがるなら渡すわけにはいきません。追加の情報が届き次第行動を開始します。少々礼儀を教えて差し上げる必要があるようですよね。排除します。やってごらんなさい。やあ、そこ受けられる。回る場所はこっちじゃないです。こら、まだ暴れ足りないようでしたら、私が直々にお相手して差し上げますわ。いや、結構です。そうっす。もう満足っす。
ジカアプリ。黒い月を制御するキーだそうだ。制御装置に駒を認識させると爆発プログラムが作動する。肝心なのは同じ駒で月を緊急停止できるらしいということだ。そしてその制御装置はシャドルーの基地にあるというわけですよね。シャドルーが掴んでいる駒の所有者リストだ。これで全員集まりましたわね、あの方以外。あら、あなたにもコマが送られていることになっていますわ。おお、そういえば何か小さなものが来ていたな。工業中だったので友人に預けたぞ。ご友人はどちらに？確かインドにいるはずだ。俺が取りに行こう。俺も同行する。他の所有者はニューヨークのレスリングチャンピオンとブラジルの柔術家ですよね。ニューヨークは交通と通信が遮断されていると聞く。私が行こう。ブラジルは俺だな。私も行くわ。キャミーにも来てもらいましょう。あなたは？私は伊吹さん、ミカさんと共に一足先にシャドルー基地へ参りますわ。メル。おお、どうしたメル、ママと一緒だったんじゃないのか。一緒に行く、メルも行く。メルが波動拳を使えるようになったら一緒に行こうな。波動拳。おお、うまいぞ。父さんが出かけてる間、メルがママを守るんだ。ああいうのいいわね。ケンは来なくてもいいんじゃないか。家族がいるならここに残って守ればいい。守りたい人がいるから見過ごせない戦いもあるんじゃないかしら。私の父がそうだったように。すまない、そんな顔をさせたかったわけじゃない。ただただわからない。私には家族のことは。ガイルさんたちが立たれました。私たちもすぐに出発いたします。では後ほど基地でお会いしましょう。静かになったな。でい。逃がしたら、どいて。逃がしたら飯抜きにされんだよ。逃がせ。邪魔をしない。おい、おい、おっと、あ、やっ、
歩いてんだよ。聞きたいことがあるですよ。こんな風になりたくなかったら素直に答えるんですよ。俺に見覚えないですか。リザーテの当たりです。さあ、制御機のありかはいるです。それともお前を人質に姉とやらを脅せばいいですか。ふう、ギリギリだったぜ。大丈夫か。はい。私の服に泥が。許さないです。ふん。松田家の人かな。そうだけど。あなたの家にこれに似たものが届いてない？さっきの奴らもこれのこと言ってた。で、うわあ！姉ちゃんがまた何かしたのか？なあ、俺たちにそれ譲ってもらえないか？いいよ。助けてもらったし、姉ちゃんのだけど。ちょうど今ここに。はい。ねえちゃん。よっ、私が何だって元気にしてた。なにこの髪、もしかして彼女でもできた。違うよ、触んなって。苦しい。でもヒョロヒョロじゃない。もっと肉食わないと彼女に嫌われるよ。だから彼女はいないって。止めなくていいのかしら。ケーキ漬けにもう一丁いこうか。これが兄弟の家族のあるべき姿なのか。はい。さて、いい年、家族への挨拶はこれくらいにして。剣マスターズ、あんたの顔は知ってるよ。まさかあんたみたいな有名人が。ああ、実は君宛に届いた荷物を。弟に何かをよこせとか譲れとか言ってただろう。よりによって私の弟からカツアゲとはね。おいおい、誤解だ。落とし前つけてもらうか。ドカンと行くよ。またねえか。行くよ。
さすが全米格闘チャンピオン。ドカンと言ってもピンピンしてるね。やめろって姉ちゃん。この人たちは俺の命の恩人なんだよ。あ、助けてくれたんだよこいつらから。あ、そういうことなんだ、それならそう言ってくれれば。悪かったね。助けてもらった俺にこいつ渡していいだろ。いいよ。その代わり私を連れてってよ。私はララ松田、腕はご覧の通りで、この腕が役に立ったらあんたんとこの通信空手で松田流の宣伝させて。どう？ああ、駒の礼だ。それにダメだって言ってもついてくるんだろ。よっしゃ、じゃんじゃん松田流を広めるよ。お土産は何がいい？背が伸びる薬とかモテ薬とか。いらねえよ。てか姉ちゃんの技もう松田流でもなんでもねえじゃん。何言ってんだ、私はちゃんと松田流を使ってもしかして奴らの仲間か、今さら出てきた。下がってな、あんたじゃこの化け物は無理だ